まあ気温がね、はい、おとついより10度ぐらい低くなりましたね。15度差があるとさすがに、うん、腹立つな。寒いですよね。ちょっともう、うん、冬物はもう閉まったり、はい、クリーニングに出したりもう完全にしてしまって、うん、あ、そうなんですね。そうそうそう、だから、はい、今日もどうしようと思って、おとついなんかは買ったんですよ、はい、この、皆さんご存知じゃないと思いますけども、うん、あの、うん、ルイ・ヴィトンが、はい、NBA とのスポンサーなんですね、はいはい、だからトロフィーとか、最優秀選手とかの、うん、ルイ・ヴィトン の、 あのバッグからトロフィーが出てくる。でルイ・ヴィトンと俺まあまあこの間ももらったメガネケースとか、うん、であったんですけども、はい、ほんでまあ NBA が、今もうねカンファレンスの、方に入ってきてトーナメント今は9、10位と8、7位、うん、やってトーナメントしてそこから始まるんですけども、はい、その記念して、買ったんですよ。へえ、 NBA の本当だ。ヴィトンというあんまり全面的には出てないけど、そう後ろはこう書いてあるけどな、うん、ああなるほど、これなんか高いやつなんです。ちなみにおいくらぐらい？お求めやすいよね。いやいや、お求めやすいことないと思いますよ。それ高そうですもん。高そう、ちょっと高そう、高いんですよ。だからこれクリーニング出さなあかん T シャツで、うわもったいな、もったいない、 こんなあの貼ってあるからな。さんまさんが好きなワッペンが、ごわ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 、それ自分で貼ったんじゃないんですよね。違う、これが違う。さんまさんが好きなワッペンだらけだから。さんまさん自分で貼ったんかな、貼り屋さんやから。貼り屋さんってどういうことやね。よ、素敵。そうそう、そういうのも今始まった、ばかりなんで、激戦が続いて、だからもう今週なんてチャンピオンズリーグはあるわ、バスケットはあるわ、はい、ずっと俺も、伝説の1日からずーっとスポーツ三昧で寝れない日がずーっと続いてるんですよ。忙しい、忙しい。それその中で、おとつい、牛宮城、牛宮城、ああ焼肉屋さんですか。焼肉屋さん、はいはい、宮迫さんの、宮迫のところ行ってあげなあかんっていうので、はい、宇田川にある店に行ってきたんですよ、うんうん、いいな。あ、牛タンが美味しいらしいですね。何人、何人かで行かれたの？まあ、アカシア麻雀クラブのメンバーで。楽しい、賑やかなメンバー。賑やかな。アカシア、パラダイスナイトチームはまた別ですか？パラダイスナイトチームは、翔平隆、はい、松尾万内、温水洋一はな、うん、これ、こっちは。あ、まだ行ってないんですか？言ってた、こっちは麻雀仲間で行ったから、はい、ジャイ、インスタントジョンソンのジャイ、はい、お疲れちゃーんっていう、あの。いや、知らない。知らないですよ。いやいや、結構触れたよな。お疲れちゃん、お疲れちゃん、いうコンスやったよな。ジャイの目のジャイさんですね。はい、そうそう。お前は何回も会ってるもんね。M リーグで。M リーグで麻雀の番組で、会ってるらしい。あ、これあの、ジャイがなんか予想しとったんがね。まだ的中してね。はい、的中して。いや、でも、税金がかかって大変なの、今。国から、あんなテレビで当たったとか、はい、まあ、ネットでやると、隠されへんらしいね、そういうこと。そうなんですよ。絶対もうネットは全部、あの、見てるらしいです。で、だ50万以上は大体かかるって言いますか。かかるらしいな。はい。それでドーンと来てしもて、それで競馬で儲けたお金で車買ったんですけど、税務署がバーンと来て、はい、これだけ払ってもらいますっていう話になって、はい、もうね、もう、まだ車が来てないんですよ、予約してかなりかかって、うん、はい、でまあ柳瀬の車なんで、うん、さんまさんちょっと口聞いていただけますか言って、はい、俺が口聞いたら何の力も発揮できず、わトークしかやっぱり役に立たんでこの口はずっと、あの本当さんまさん思ってるよりネームバリューないですよね。いやそんなことね、商売とね、またじゃあ柳瀬は別やでって言って、はい、あのライバルやね、柳瀬同士も、うん、売り上げのな、ね、だから こっち側からあの柳瀬に言うてもこっち側の柳瀬は言うこと聞いてくれないとか言って、うんうん、ずっと力ない力ないってずっと言われてるんですから。力ありますよ、力ありますよじゃない。いや、お笑い界で力ありますよ。あるように見えてん、俺も。もう、俺も、ジャイも、さんまさんが言えば一発でしょって言って。はい。一発どころか何の効果もなかった。不発やったんですか？もう不発。もう不発に終わって、ずっとそれをいじられてます。さんまさん。ほんで、あいつ、大村と、はい、トータルテンボスの、麻雀クラブのメンバーやからね。だから腕時計あいつなんてしてないかっていうと、あの、膝にパンチするネタあるじゃないですか。うん、
知らないかな。ちょっと存じない。あの最後ね、落ち落ちで。へえ。痛いね。なぜここだけ狙ういうやつの。あ、知らん。格闘してて、はい、あの左の太ももだけ殴るっていう、なんでここを言うやつ。ああ、なんか。知らんかな。記憶がトータルテンボスの。します。はい、そのトータルテンボスなんで腕時計しないかっていうのは、はい、それ殴るからなんですよ。知らないですよ、そんな。もうどうでもいいですよ、もう。そういう話をされたんか。殴れんかで、そんなネタのところまで、よう聞いてあげますね。聞いてあげます。この間、その宮迫がね、はあ、あの時計好きやから、あいつも、はい、あいつもなんか、遅くから時計の不安になったみたいでな、何かきっかけがあって、で俺はよく1955年の、ローレックスをちっちゃいのしてるんですけど、全く宮迫にもらって、大昔に桑田佳祐さんから、レコーディングを手伝ったっていうので、俺ギャラいらないって言ったら、うん、古いローレックス時計くれたんですよ。で俺もそれも1955年のローレックス探してくれて、だから二つ、うん、あの、その年に生まれたロレックス。生まれた時の。遅れて、うん、あの、出てるんですよ。あの、要するに行列とか、うん、工場委員会、宮迫が出てた番組に連れて出るっていうので、うん、それをして、うん、で、それを夫婦で見て、ね、はい、号泣するという。うわー、いいですね。え、いや、素敵だなと思って。いやいや、あの、まあ、もらったからね、はい、してただけなんですけど、それが会う日に止まったんです。うん、この間宮迫に久々に会う時にもらってから会ってなかったんですよ。で、あと今そのとまでは電話連絡だけ、いろいろしてくれたり、したりしてたんですけども、ずっと会えてないなーって言って、牛宮城に行くのが決まって、うん、さあ今日やって、これ時計したらあいつ喜びよるぞと思ったら止まって動かなくなった。時を止めたんですよ。そんなことあるんですね。そんなことは偶然やけども、うん、そういうことよくあるんですよ、うんうん、俺昔彼女と、はい、彼女からもらった時をずっとしてたんですけども、はい、別れる日にバンドが切れたりとか、すごい、そういうのもあったりするんです、はい、こういうのなんか気持ち悪いけども、うん、偶然、うん、そういうことってか重なると、うん、なんか気持ち悪いよね、うん、そうですね、だから栄養に解釈はしてるんですけども、はい、そこで、要するにまあ牛タンは確かに美味しいわ。なんか切り方になんかものすごくあれ勉強したみたいで、うん、なんか牛タンのタンの包丁の入れ方によって噛み心地が変わってくるらしいね。うん、だからそんなも勉強いっぱいして、うん、その店をもう二度とやりたくない言ってた。しんどすぎる言ったら、あの、うん、疲れるでしょうね。まあお前もあの村上食堂であのいろいろやってました。醤油ことって書いた看板、あの北新地にでかでかとやってましたな、はい、あれもうあんだけお客さん入ってんのにすっとやめたもんな。いや、あれはね、やめたというかもう水道のあの水回りがもう詰まってて、下に水が落ちて、で1ヶ月半から約2ヶ月止めなかったんですよ、店。ほう、うん、それでお客さんがもう全部離れて、わ、一月で、はい、一月閉めたんですよ。もう工事やらんと全部下から、はあ、はあ、え、お前バンドエイサーみたいに隣のビルから水引っ張ってきてたの、お前バーン貼ったりもサンマちゃんバレたんや、バレるっちゅうねん。サウナで水いるから言って、隣のビルから水引っ張ったり言って。そうですよね。いや、でもそういうもんですよね、やっぱり。いや、もう大変らしいな。大変ですよ。もう米も一応やっぱりこう噂もあるし、うん、あの宮迫っていう名前もあるから、うん、何十種類、うん、もう家賃はまた高いでしょうしね、あそこむちゃくちゃ高い、はい、渋谷ですもんね。そうそう、うん、それも10種類ぐらいこう ずっと米のばっかり食べる月、へえ、でこれやっていうのを決めて、はい、やってるらしいね。行ってみたい。あ、行ってきてよ、行ってきてよ、行ってみたいじゃん、行って、お前らみたいに行ってみたいとか言うやつ多いね。連れて行ってってさんまさんに言うとって。連れて行ってください。連れて行ってください。高いからな。あ、そうそう、高い高い。そうですよね。ほんで、まあ、とにかくシャンパンと、はい、ワインを抜いてもうたら、うん、あの、ものすごく助かるらしいんですよ。あ、そうですよね。うん、だから、スオさんの息子さんで、あの、ショーゴっていうのいるんですけど、うん、そいつも一緒に行ったんですけど、うん、お祝いなんでって言って、あの、ほんだら、シャンパン今入ってない。で、この戦争の影響なのか、はい、
シャンパンが入らないっていう、ワインしかないんですって、うん、あ、お祝いなんで僕3本、入れさせてもらいますって言って、うん、で俺もいろいろシャンパン抜いたりして、うん、やったんですけども、うん、でまあその値段よりも3本オーパスワン頼んだ方が高かったという、うん、これどうなってんですか、ね、ずっと俺の伝票と自分の伝票を見比べとった一本って言っときゃよかったか、ちっちゃい声で言った高かったよなマジで高いだし、高いというかまあまあそれがまあ店の値段ですからね、うん、店の値段やし、はい、今高くなってるらしいね、うん、入らないらしいね、その高級な、お酒が。確かにね、うん、それでやったりして、うん、これでこんだけもう、ま、超満員なんですよ、はい、まあ、予約いっぱいらしいですもんね。もう二月先まであかんのかな予約、うん、だから俺なんか言ってもらえればこの、別のビップルーム一つあるんですけども、はい、うん、そこはいつでも開けさせてもらいますって言うて、うん、言うてくれてるんで、またほんまに行かなあかんねんけど、お前ほんまに行きたい？本当に行きたいです私焼肉屋さんで食べる白米が一番好きなんですけど、そんなことで宮底に対して米食べるんだ、ね、米食べるとじゃあ宮底さんに世話になったから会いたいとか宮底さんですか、面識ないですそれ食べたいよな、美味しいもん、美味しいお米食べたい、そそお米ちゃう、ね、牛タンと白米食べたいです牛タンとお前ロースまで待てアホカルビロースまで私も一番最初にご飯持ってきてもらいます。お前牛タンからもうご飯食べんの？はい、もう焼肉屋さん行くと必ずあお米先にお願いしますって言います。じゃあロースまで、俺でもロースまでとかカルビまで待つの？いやもう最初に行きたいですね。でも超高級なハラミがあって、そっからカルビだロースだ、うわお綺麗な赤身がないですねとか、なんか専門家は言うといたけども、俺も途中からそんな話大嫌いなんで、うん、そうですね、食べようあんまり興味ないですもんねあのどこどこさんのどこどこの代なんですとか、うん、あの説明してくれる店長かな、はい、もう半分以上聞いてないしほんでなんか倍人人件費もかかると思うねんけど、うん、13人の、働いてる人入れ替わりで、うん、でみんな俺が来たっていうのでなんか自己紹介させていただきますね、もうそんな宣伝もええやんか、店員さんの自己紹介なんか買いなんかいらんよ13人分と言うてさして面白いことも言わないしやな覚えてないしね、覚えてないしよ私は中国から来ました何々ですとか言って、大変宮坂さんの YouTube 見て感動いたしましてとか、もともとリッツカルトンにいました、あすごい、以上です、それだけかよお前はなんかおもろいこと言わない入れないあかんぞお前って言ったらおもろいことわからないとか言われてそうでしょうねそうですよ、うん、じゃあ自己紹介せんでもいいやんかそれをないちいち、やってくれて、でわーわー時計の話だのやれなんたかのこのもう大変なんですっていう話と、やっぱりでも宮迫はもう結局やっぱ笑いをやりたい、けども今はできない、状態なんで、もうずっと笑いをやりたい笑いをやりたい言うて、うん、だからとにかく舞台から、はい、しかね今手はないから、舞台やるようにしていこうという話はまたしてたんですけど、うん、でもオーナーやからね、オーナーがおらんかったら意外とねお客さんって来なくなるんですよ。あそう、はい、食べ物屋さんでも、はい、そういうもんなのか、そういうもんなんですよ。じゃあ宮迫で有名になった店やからな、はい、あ宮迫君おれへんのとか、あオーナーおれへんのとかなると意外とね早いんですね逃げ足。あそう、はい、はあ、だからあの大変やと思います。やっぱりおらんと、うん、おそまで炊いて宮迫君もあのいろいろね下準備からお前大阪の店はもう終わった飲み屋は、いやあれはもうだから6月でもうえ終わるの、いやもう閉めます、もう閉めもう無理ですって、もうこんな状態やから。お前ちゃうってもうちょっとあの一生懸命やったらなんとかなるで、やっとるもん宮坂なんか一生懸命研究したりやな。お前酒格安から出前で取ってくんやろお前とこ。違いますよ違いますよ弁は弁でおったって物言えへんし翔ちゃんあいつ閉店まで一言も喋らへんかったなぁ言うて、もう役に立たんの。またそれもいろいろちょっとでも小遣い渡さなあかん思ったらもう大変ですよ本当に早々やなくすのか。そうなんですよ。いやいやでもそんなもんや、みんな1年はええけど次の年からダメになる。大変になってきますよ。
らしいな。はい、僕らちょうどあのコロナが始まったからもう1年ぐらいで、それからもう2年ずっと休んでますから。うん、あ、そうかそうかそうか。はい、もうそういうのもあって、大変らしいね。ほんでわーわーわー宮坂も酒飲んで、はい、盛り上がってたんですけど、そこで大村が「あのセスタ大変ですよね」とかいう話になったら「ええー!」って言って、うん、考えたらあのセスタ宮坂がセスタが一番可愛がってたんですよ。へえ、何があったんですかとか言って、知らんかったんですか。その日やって、一日前やから、大村はそういう情報先入れて、はい、いやー、セスターも大変で、とか言うから、もう宮迫がびっくりして、はい、セスターが何があったんですかって言って、驚いて、高校でこんなことあったんやって、ってえらい落ち込んで、考えたらそうなんですよ。宮迫を囲む会っていうのは、おととし、11月に、リッツカールトンで開いたんですね。はいはい、ね、その時に、芸人さんが、何人かいてて、宮迫の来たし、うん、そこ、瀬下来てたんです、考えたら。うんうん、で、瀬下が、そこの、スピーチ、コメントで、ドスベリして、うん、どれだけ、さんま師匠にも協力していただきましたけども、挽回できず、地方局のディレクターの方が面白いって言われて、私、一週間ぐらい落ち込んでたんですって言うとったんですよ。うん、そういや、そうかって言うて、うん、これは、ね、ちょっと、いや、もう、帰ってから、さまさま帰られてから、連絡しますって、えらい落ち込んでしもて。で、それから連絡取ってると思うねんけどもやな。はい、一番可愛がってた後輩が、また週刊誌、文春なのか何なのか。うん、まあ、指定みたいなもんやな。指定ともども文春本にやられたっていう。最初の頃はな、文春の玉を腹に刺した、コントとかやってましたからね、宮坂もね、そう、懐かしい思い出やわ。そういうのがあって、最後は最後、ちょっと沈んだ感じになってしまって、うん、まあまあな、はい、まあ頑張らな、運命やからな、それが、そこにポジションに置かれたから、ね、ここで生きていかな、しゃあないわけやからな、うん、自分の置かれた場所、置かれた場所で、はい、俺なんかでもそうやね。そこに置かれた場所、そこに置かれた場所で元気よく生き抜いていかな、仕方がない。もうね、過去のことで終わったこと、今日がもうね、終わるわけやからな、この、今言ったことが1秒後に終わるわけやからな。うんうん、だから、やっぱりその場、その場で、もう、わかりやすく言えば、セカンドからライトにコンバートされたけど、ライトで頑張らなあかん。俺はセカンドが得意やねんと思っててもライト頑張らなあかんねんな。うん、で、もうそれもキャッチャー生かされたり、おのおの社会のポジションがあるからな。うんうん、本人はそこ、セカンドって言うても、守らせてもらえない場合があるから。そやろ、お前もそやろ、モー娘やってて、モー娘のがあって、辞、はい、めて、女優さんになって、はい、こういうことやろ。うん、今、精一杯やってます。そやよな、その間には、お前、ロバの背中っていう、胸がロバの背中やとか言われてやな、苦しい時もあったと思うわ。苦しい時もたくさんありました、うん、本当に。大変やわね、生きてたら。お前はこのポジションだって会長からも言われたこともありますしね。うん、ポジショニングの、はい、まあ、はい、でまた、もっと大きく言えば番組に出て、私は天然キャラだと思ってもその番組の空気読んで違うキャラに変える力も持たなあかんしな、うん、その空気によって、はい、その場でポジションを見つける、それの察知の早い人が残ってるから、やっぱりな、うん、そういうもんやな、うん、いやいや、かわいい、一旦もめんだ、ロバの背中だとか言われながら、お前も。ひどい。ひどいな。はい、すべて、ヤンタンで言われたことですね、それ。全部。大体、サンモさんに。全部。ロバの背中お前やで、はい。サンモさんが投げた球を俺が、ね。サンモさんは、一旦もめん。大体。ちゃうや、一旦もめん。長、お前ら言うたこと、言うたことだけチョイスするからな。これからもし番組でそういう話になるとしたら、はい、流れから説明してくれよ。流れから、お、まあ、お前ら言われましたって言うから、ね、俺が俺をね断片的に語ると俺
頭のおかしい人なんですよ。いや本当に、はい、流れから、うん、判断すると俺人なんですよ。あ、そうですかね。一旦もめに関してはそんなことなかったと思いますけど、ね、いやいや、お前を救ったと思うと。そのな、本当ですか。うん、はい、そう言わなきゃいけない状況で、はい、言ったと思うけどもやな。それをお前断片的に語るからすぐとんでもないひどい、男に仕上がってしまってるからやな、はい、もうこればっかりは仕方がないわ。MBS ヤングタウン、赤嶋さんまです。庄司です。飯久保春菜です。ビタースイートの福川萌実です。全略のコーナーというわけで、今日は長谷川、萌実ちゃん、はい、もう28になってんね。はい、28です。4年半ぶり。はい、ご無沙汰しております。わからないもんね。うん、もうもしかしたら前はもうちょっと髪の毛が短かったかもしれない。あ、4年も追ってないからね。はい。おー、この間しゃべくり7で十何年前の、あった女性、もう全く顔違うから。いや、変わりますよね。そうですよね。面影全然わかんないですよね。まあ女の人は特にな、うん、化粧のやり方も違うし、うん、で向こうは向こうで番組のたびに嘘つくしやな、うん、おだから4年だって分かれよ、はい、女の子はやっぱり、はい、そうなんですよ。でマスクしてたらね、本当もう全然やっぱり分かれ、全然分かれ、うん、だから思い出せないと。もう4年半ぶり、はい、田中を田中からいただきました。全力の皆さん、こんばんは。こんばんは。4年半ぶり登場の長谷川さんは初登場でさんまさんからのアドバイスを受けて以来、うん、座右の銘を超えられないハードルはないを超えられないハードルはないかもに変えて、オフィシャルナイト、オフィシャルサイトのプロフィールに載せておる。あ、それ忘れてくれてんの。はい、はい、変えてそのまま載せております。うーん、ヤンタン初登場から6年で超えられたハードルはどんなハードルで、これから超えてみたいハードルはどんなんでしょうか、お話を聞かせてくださいっていう。ありがとうございます。じゃあ超えてきた、自分ではこのハードル超えたなっていうハードルは。そうですね、その頃ちょうどバンドツアーをさせていただいてて、うん、そうそう、言ってたよね、うん、バンドやってたよね。バンド、はい、させていただいてて、そうさ、でいろんなところで歌わせていただいて、地元でも、うんうん、でそこからその音楽の楽器、一から音を鳴らすっていうことを、まあ、演出だったりとかセットリストも考えて回ったのがすごく、私自身ためになったなと思っていて。それでどん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 上手くなっていく自分がいるわけやろ。やっぱりそのライブ自体がこうパワーが増すというか、それを実感してから、自分たち2人組のデュオなんですけど、弾き語りで、うん、ライブをさせていただく時もすごくそういうのをこう考えながらセットリスト組んだりとか、するのはだいぶ変わりましたね。ああ、はい、それは自分にとってはハードルだったんだ。そうですね、はい、分からないことだらけだったんですけど、それを超えた感じは、下からくぐってない、はい、超えたちゃんと。あ、そうですね、俺らほとんど下からくぐるタイプやからね。ハードルを、ハードルを。はい、こうやっていくつかこう超えて、もうどんどん先も見えてるんですけど、頑張っていきたいなって思ってます。ああ、これはな、はい、あとはどんなハードル超えたの、この4年半で。そうですね、あと最近ですね、ハロープロジェクトさんの楽曲を歌って踊るツアーに参加させていただいていて、で私たち全くもってそうやって踊ったことがないデュオだったんですよ。そうなんです、うんうん、でももうアドバイスをいただいて、王子の方々からちょっとずつこう、もう見よう見まめでやっているっていう感じです。だから、ね、分かりやすく言えば、TOKIO の城島がスノーマンに入るみたいなもんやな、はい、バンドされてた方が。そういうことやろ。そういうことかもしれない。TOKIO はあれやもんな、はい、バンドやもんな、うん、あ、でもあれですか、本当に踊られたことってないんですか。城島はないんちゃうかな。あ、そうなんですか。 TOKIO はないと思うで。あ、じゃあもう全くもってそういう感じです。まあまあ昔は、踊ってたやろけど、うん、ああ、
やらされるからな、学校。おいらの若手の時代はダンスも生かされ、タップも、まあ、庄司もタップも行き、いろいろやらされた。日本舞踊も俺なんかは生かされたり。すごいですね。落語の場合はな、着物着て、主査があるから、はい、日本舞踊生かされるんですよ。師匠から。いや、本当にサイドステップから教わってっていうレベルでしたね、ミタースイートは。ああ。ね、これから超えようや。超えられないハードルは何なの？超えられないハードルは、そうですね、やっぱりもっと大きな箱で、あのライブハウスだったりとかホールだったりとかで、どんどん歌っていきたいなっていうふうに思ったり、ゆくゆくなんかこう憧れるのはオーケストラで歌ったりとか、はい、あ、要するに武道館で最終的にやりたいとか、はい、そういうことなのか、はい、今は どれぐらいなのキャパ？今はですね、100、150とかで単独ライブを1日2回とか、そんなやってんの？したりとか、はい、あー、えらいな。大きな箱で客少なかったら滑ったら最悪やな。小さい箱で滑っても全然答えへんけど、大きい箱で滑ってみよ、もうほんま、もうなんか嫌になってくるわ。でも勇気あるよね。いや、勇気あるよね。お前勇気ある。ボソボソ言わんといて。いや、お前ほんま勇気あると思うわ。俺あんな伝説の一日でティッシュ巻きながら登場する、俺勇気ないわ。いや、あれもなんかいろいろ考えとったら面白いんかな思ってね。なんかだから時間与えたらあかんねん、暇な人間に。そうそう、わかるよ。一周してしまうんだよな。そうそうそう、うん、本当にお笑いってね、あのちょっと矛盾したところっていうかね、要するに何ヶ月も稽古して考え抜いたネタが受けなくて、その日浮かんだ言葉がドカーン受けたり、もう因果な商売やな。うん、何やねんこの一月と思うよな、あの、一生懸命考えて、あ、網を引け持ってたな、正直な。なあ、あれ一つ稽古したやんけ。なあ、じゃない。網を引け。もう、怖くてもできない。やれ言うても、せえへんのかよ、なんかしたくないやん。そういうもんですよ、はい、だから俺なんか恵まれてるからね、チケットとかたくさん買っていただくから、大きな箱もやらせていただいたりするからな、はい、やっぱりあのお客さんからの圧というかパワーというか、それをまた感じて返してっていうライブをしたいです。もうお客さんのパワー、まあ俺らがもともと舞台出身なんで、みんなね、吉本は、お客さんのパワーとかエネルギーとかは本当に全然違うからね。いいですね。そっからなんかもうもらうわ、危機みたいなものを、そこで頑張っていられるな。そうですね、何よりもパワーになります、はい、そうそう、何よりもなんか、あ、どんちょうがダーッと上がって俺が立っててうわーって言っていただくんですけど、はい、もう毎回泣きそうになる。まあ、泣きはしませんけど。そうですよね。今ですよ、で止まっちゃいました。いや、そもそもね、お客さんにパワーを上げて、おいて逆にまたパワーもらうからね。気は、俺なんか気とか上げるとかじゃなしに、最近お客さんが奈良漬けくれる。帰り。何にも上げてないねんけど。庄司さん、奈良漬け買ってきて。ぼったくり。ぼったくりやろ、それ、お前。ぼったくり。笑いやらんと、奈良漬けもらうて。なあ。すごい、いやいや、あ、お客さんはそうそう、どんどん。はい、でも、すごいミュージシャンも過去はもう、客席一人から始めてる人もいるしね。はい、もう今、その、150のキャパを普通、2回連続満帆にできるわけやろ。まあ、なんかいろんな時がありますけど、今はあの半分にコロナでしたりとか、あ、そうかそうか、はい、してますね。まあこれからやな、徐々に、はい、自分たちで曲作るの？あ、作ります。あ、なるほどなるほど、はい、そのバンドツアーがきっかけで私はアコースティックギターを持つようになって、おすごい、練習をして、ちょっと今はあのアルバム作れるくらいは曲を作って、すごいな、はい、頑張って。あのギターの練習って初めゆずの曲が多いらしいんで、お前ゆずなの？ベイリーキングさんのスタンドバイミーから始めましたね。4つのコードなんですよ、うん、はい、あのあれスタンドバイミーってそうなの？タンタンタンってやつやろ？はい、そうです。もうすごくベースインじゃないとかいうのギャグやってましたね。インじゃないとかいうの
インザナイトやね。ウェンザナイトです。あ、はい、ダラン、あ、あれ4つのコードで簡単なのか。そうなんです。結構初心者の方。4つのコードであの名曲を作れたってこう逆に考えると。いや、そうなんです。素晴らしい楽曲ね。ダーリンって意外と、タクロさんなんかでも最初の頃少なかったですもんね。4つ5つぐらいの曲でいい曲を。ああ、なるほど、はい。逆にそうして。はい。いい楽曲ほど結構そうやってシンプルなんですよね。うん、よね、なんか響くって。シンプルイズベストという言葉があるように、うん、そうか、はい。シンプルに仕上げて、早出すって言ったらあれやけど、そうやでな。はい。ははイメージの歌なんかでもね、コード少ないけど。あ、吉田拓郎さん、まあ浜翔さんがロックアレンジしたけし、今回、はい、して漁港のニッコちゃんで、俺は10歳の子供に歌わした。うん、イメージの歌なんて、うん、ああ、いい歌です。コード、ギターは簡単っちゃ簡単よね。コードは少ないんですけど、ああ、いい歌です。そういうふう、あ、そうかそうか、はい、そうしてるんだ。はい。あ、スタンドバイミーが原曲になって、原曲では自分のあれギターの練習の。あ、そうですね、そこから始まって、もともと洋楽が好きだったので。あ、そう、はい。なんかリズムもちょっとこう。あとどんな歌好きなの、その、はい、スタンドバイミーが好きだった、その時代の曲が好きなのか。いや、いろんな楽曲好きで、私はあのイギリスのロックバンドのクイーンが一番好きなんですけど、クイーンはちょっと難しいので、うん、置いておいて、うん、あのビートルズさんの楽曲練習したりとか、あ、まあその中でも簡単なものを選んでとかっていう感じと、うん、あとその当時流行っていたテイラー・スウィフトと。あ、うん、そうかそうか、はい、テイラー・スウィフトももう結構長くなったけど、気がつけばな、うん、今も大活躍されてます。うちの娘が大不安、イマルが、うん、テイラー・スウィフトの大ファンで、はい、スマスマに来た時に、はい、イマルちゃんやって書いて、木村がサインくれ、はい、取ってくれてて、イマルちゃんやって書いてくれて、で、それ、これ、もらっときましたからって、イマルちゃんにって言って。すごい、かっこいい。ほんで、イマルに渡したら、今ファンじゃないし、とわけのわからへん。わけのわからへんと書いてきて、びっくりしたんですよ。俺たちが苦労して苦労して、テイラー・スウィフトのサインもらったのに、今不安じゃないしって、お前アホかお前、今でも不安でいときゃアホって怒ったことあるんですよ。こちら最後の増水。全然やんねえな、こんばんは。こんばんは。女優の、伊藤沙莉、さんが熱愛報道されたお相手、46歳の、脚本家で、兄でオズワルド伊藤さんより13歳上らしいんです、うん、オズワルド伊藤さんは M1 も妹と、妹もおじいちゃん、おじいさんに取られた M1 も、妹もおじさんに取られたと錦鯉はそれより上やもんな錦鯉結構疲れとるよ長谷川な 笑うわ工場委員会のテープでつまずいた時俺本当に笑ってしまったもん声カッサカサでな前のテープやで俺の工場委員会見てると分かる黄色い俺がこっから入ってはいけませんっていう黄色と黒のテープあれでつまずいてこけそうになるよお前もちょっと仕事休めやんって言うたんですよあそういうことやな最近は巷ではイケオジという言葉がある通りおじさんに注目が集まっていますが、うん、飯窪さんや長谷川さんが素敵だと思うイケオジは誰なのか、うん、よかったら聞かせてください、うん、イケオジ、はい、イケオジっていくつぐらいの人やねんそうですよね何歳ぐらいからそうなるんやだから進まないのがイケオジやよな年齢的にはそうだと思いますお前タイガーウッドの服着てこい言うたやろ今日あれアゼリアの色やねんどお前あれ売ってないんちゃいますかあ、ま、売ってる売ってるあれ日本人来たらどうなるか見たかったよ絶対に似合わないしねそうなんですかね紫ピンクみたいなやつ色でもうこアゼリアはこっちで言うあれやなツツジやなうん、うん、だからオーガスタのツツジって有名なんですよ、うん、だから池尾島あのスザエライも入れてあげていやまだ若いですからねそうですよスザエライちゃんもういや若くないよお前まだ若いですよスザエライいくつやったっけ分かんない50池尾島に入るようなえそうですいやもう外見でしょそうなったら外見は可愛いそうやろお前いやでもそうでしょうおでもお前タイガー・ウッズも今それぐらいやからもっとありましたよもっとありましたよ最終ホール終わって帽子脱いだ時い
いやいや、かなりうつもあれやからな。お前のイケオジは誰やねん。私はもう10代の頃からずっと佐々木蔵之介さんが素敵だと思って好きでした。言ってたな。あ、そうか、昔から言うてた。そういや、はい、だから最近ご結婚されてわーと思って。え、いくつ？54。あ、お互いまだ54なの。変わらないで。こちらなんですね。変わらない。やっぱり外見ですよ。外見ですって。年変わらへんねんけど、もう外見ですやん。かわいそう。お前それはかわいそう。いや、かわいそうって。50、あの佐々木蔵之介にない魅力は持っとんねんから、はい、あいつもやな、うんうんうん、あいつも持っとんねん。どういうところですか。もう、メガネがすぐ曇るとこ。汗をかまた目こすっとるだな。すぐ赤くなるところとか可愛らしいですよね。そうそう、可愛らしい。彼女はイケオジって言ったら、そうですね、長谷川はお笑いの方で言うと設楽さんとか。設楽もうイケオジなのか。いい、そうかそうか、そうなの。バナナマンも50過ぎてるか。あ、そうなんですね。多分50ぐらいだと思う、あの、バナナマンも、48ね。もうそんな年になるから。だからこの後頼むぞっていう、ほら、もう今田なんかまだ若手や思うからやな、はい、今田この後お前吉本を引っ張ってけよとか言うても、いや、もう55ですとか言うとるから。岡村が52やからね、うん、10年後の120年の伝説の一日はあいつらに任そう思っても、こいつらも年取っとんなと思って。おお、そういうもんやな。したらどういうところがイケオジなの。ああいう、なんかこう優しくこうフォローされるようなイメージがイケオジさんにはあります。ああ、優しいっていうのがポイントなのか、はい、うそうですね、スマートなイメージあるよね。そうで、おしゃれで、ちょっと余裕がある感じ。おしゃれでスマートに優しく、女性に優しくフォローするという、うん、はい、それが僕には欠けてるところなの。さんまさんがイケオジに該当するかっていうとちょっとピンとこないですよね。イケオジゾーンに入れんの。そう、イケオジが寄ってくるタイプです。そうですよ、もうイケオジが。そうだそうだ、イケオジのもう的ですからね。イケオジホイホイじゃないですか。そうやね、女性とか男子にもうイケオジが、はい、イケてないやつばっかりよ。俺の周りイケてないおじさんばっかりよ。いやいや、イケオジ もう多いですよ。いや、あの、たくさん本当にありがたいことに。というのは青春なんですね、我々が。表現族とか、漫才ブームが来た時とか、男女7人とかがもう、あいつら50過ぎの青春なんですよ。そこを共に今も来てるから、俺66なんでね、はい、だから30の時にもうみんなもう10代だったり、10歳前後なんですよ。あ、そうかと思うと、若手はとか言ってる場合じゃないんですよ。いけてないおじさんの的やねんな、俺が。いけないおじ、いけないおじ。だから、庄司なんかどういう、いけおじに入んの、庄司は。いけおじじゃないか。優しいおじいちゃんっていう感じ。もうおじいちゃんやな。はい。冷静に言うても優しいおじいちゃん。だから、いけおじいちゃん。イケおじいちゃん。そうやわ。イケおじいちゃん。だって、仁王立ちでもおしっことかでけえもん、壁押さえとか。ふらついて。前に壁なかったらもう大変や。お前、もう座り正面でええやろ、お前もう。いやいや、もう。もう家のためにも座り正面にせえと。跳ねないし。お前掃除するときわかるやろ。あの、確かに床拭いたりすると、はい、拭いてます。俺もさすがに座りしょんべんにしてるからね今。あら、そうなんですね。そうそう、あの、汚れるから、うんうんうん、やっぱり全然違うのよ、あの、汚れ具合が。立ちション、まあ立ちションする方が、男の機能はあの維持できるらしいねん。いや、で気持ちもそうなりません、ね、なんかこう座ってやるとなんか女っぽく、なんかこう気持ち。あ、俺はあの、うんこ出るわ。ダブルで立ってやれよ。いちいちおしっこでうんこ出してる場合じゃないですから。じゃあ座ったらうんこっていう。そうでしょ、僕もだからそれなんですよ。怖いんですよ。だから座ってやったら両方出るわけやからやな。いやいや、最低。いや、ほんで周りが汚れないねんで。うんうん、でも朝方3回までおしっこするんですよ。お前そんな3回もうんこ出ませんって。そんなにもう俺も毎度毎度うんこ出るわけないねん。その時によって。いや本当にそれ怖いんですって。座ったらもう、はい、そういうもう、いや、頭にもう入ってるから。座ったらもう大っていう、はい、出せるものは出した方がいいんじゃないですか。そうそうそう。いやいやって、
いやいや、掃除、ほんまにあの、お前、掃除邪魔くさかなかったらええけども、はい。床とかかなり飛び散るから、はい。結構。まあ、確かに言ってましたもんね、さんまさん。なんかこう、ちゃんと的に入れてるようやけど、散ってるっていうの。散ってるわね。あれに当たった、下にね、当たったやつが、テレビの番組で調べたら2メートル。わ2メートルまで飛ぶらしいんですよ、あの、若い男の子とか一気あるやつは、はい。俺も昔はもう、とうとう泣かせって言われたぐらい。とうとう泣かせ、うん、便器を壊すんじゃねえかっていうぐらい。勢いがすごかった。勢いすごかったけども。はい、今はもう、とうとう喜ばしい。優しい。優しい。とうとうに優しい。優しいにょ。何優しいにょ。そういうのが、あるからな、うん、こればっかりはいろいろあるわ。これせやわね、イケオジか、うん、が流行ってんのか、うん、まあ46歳の彼氏って俺と20歳も違うわけやから、20歳も。あ、そうか、うん、そうそう、はい、わあ、ええなあ。でもいくつまでぐらいやったら上お付き合いでまでできる、大体これぐらいまでのラインやったら大丈夫みたいな。まあその性格とかあんな別としてね、いくつ、まあ、まあ言うとくけども、俺は、お金はあるからな。いやいや、そういうの全部抜きとして、まあ、そう抜きとして、はい、うん、抜きとして、いくつ考えたことないけど、いや男によるよな、いや男によるやけど、まあ大体お前は限界、それお父さんより下って、うん、とかあるやんか、50までとか40までとか、全然お父さんより上でも大丈夫です、ね、素敵な人なら、はい、あの長谷川もですね、はい、その方自身によると思います。そやよな、はい、その方自身に大沼ちゃん目向いとったで今ほうほう言うて今メガネずれるんか思ったわ。その人びっくりした、自信があかんねん。お前今びっくりでこっちの話で、その人自身によるって言うとるけど目向いてましたよ今、その人眼鏡動いてからびっくりしたの今ほーって言うたから眼鏡がグッと浮き上がったから、誰か結婚してあげてくれへんかな。誰か頼むわなあ、おしまい。褒めてま川柳褒め短歌のコーナー。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちはもうその目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。はいよ。まず私飯久保からです。兵庫県のマリアちゃんラブリンタッツーさんからです。はいよ。たこ焼き機に無限の可能性見出してる。たこ焼き機に、たこ焼き機みんな無限って何や。あのたこ焼き器ってたこ焼きを作るだけじゃなくって、うん、いろんな料理ができるんですよ。まあフライパンやからな、はい、うん、あの丸いところでアヒージョやったりとか。アヒージョって何や。アヒージョなんかオリーブオイルになんかシーフード入れたりとか、バケットにつけて食べる。食べたことないと思うね。そっか、すいません。あ、言ってるけど、日本語のあの日本語の料理だと食べたことはないよ。ダメだけど、アフィージョっていう名前を聞いたことあるわ。はい、アフィージョってあの、アヒージョ。え、アヒージョ、アヒージョ。サッカー選手にも同じ名前の人いる。いやいや、そういう問題じゃなくて、そういう問題じゃなくて、アヒージョ、アヒージョだったり、なんか餃子作ったり、美味しいです、とっても。はい、あとパン、あとでちょっとパンつけて残った、うんうんうん、知ってんの僕ね、意外とさんまさんより知ってるんですよ、誰も。でもな、村上翔子でやってたぐらいやからな。それはアフィージョっていうのをやってんのか。はい、でもそれは鉄板でいけることやろ。鉄板で、はい、はい、あ、そうですね。そのたこ焼き器がちょうどいい大きさというか。へー。はい。この間友達とホームパーティーをしてたこ焼き作ったりしたんですけど、そのたこ焼き器でいろんな活用しようっていうね。たこ焼きやってから。このアフィージョを作ろうと。はい。ああ、それは楽しいたこ焼きパーティーやな。うん、そうですね。で、餃子も作ったりしました。餃子？餃子。もう、あの、たこ焼き器で？はい。餃子の皮を、あの、たこ焼き器の一個のところに入れて、お肉詰めて、たこ焼きみたいにくるくる。あ、丸い餃子ができるのか。そうです、そうです。あ、おお、それは楽しそうやな。はい。そうなんです。楽しいです。あんまりいろいろ出すなって。俺やっちゃうからね、はい、お前の言葉を思ってるよりやっちゃうからね。いや、でもそもそもちょうどいい
ええと思うわね、うんうん、ちょっと時間一人でやっても楽しいしテレビ見ながらでいやいやちょうどいいと思うんですよ目の前で、はい、小さいやつで、うんうん、たこ焼きがとかよくやるんで俺は一人ホットプレート、うん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 、それもたこ焼きのやつもついてるんですけども、はい、ファンからもらった一人、うん、ホットプレート、はい、そこでよあのいろいろ焼いてますお餅とかお餅とか、はい今はその、手羽先みたいなのがもらったんで冷凍の手羽先を、はい焼いても油引いて、うんうんうん、それを食べてますでも楽しくないですなんたこ焼き器でやったらまたちょっと楽しいかもしれないですよえもっと虚しくなるわーわー言うてこそ面白いんだろ、まあ、そうですね一緒にやりたいですねそう、たまに油が飛んでね熱いの時がもうすごいそれが夜中の3時なんです、はい、熱っとかうわここに来たなとかもうそんな連発ですで床に置くんですね僕はああそうなんですねホットプレートの場合一、はい、人用ホットプレートは、はい、こっちにテーブルあるんですけども、うん自分が座ってるテレビの見やすい角度から床でやるんですよへえであまり美味しいとあの腰が痛くなるんですよ。しゃがんで食べる。曲げすぎて、はい、テーブルで食べたらちゃんと消化できてない感じがして、朝4時頃胸焼けするんですよ。それしますよ。本当ですよ。ね、いいんですかこれで。テーブルの上でやればいいじゃないですか。いやいやそれはダメなんですよ。あそうなんですね。コードが届かないんです。じゃあコード買えばいいのに。そういうことは。あのじゃあそこに俺のとこの家来てもらうと分かると思うんだけど、はい、延長コード落ちたら邪魔なんです、だからこっち側の後ろ側のソファの後ろにあるコンセントでやるんです、はい、それもギリギリなんです、はい、いや知らん知らんやろ延長コード買いますでもなそのなんていうのは見た目が良くないんだよな、はい、延長コードが、うんうんうん、そういうのがありますねでもあんまり絨毯の上で油もんやらない方がいいですそうでしょうね当たり前やっぱりテーブルですね、うんうんうん、そしたら横でテレビ見なきゃダメなんですよ首疲れちゃうんですうちの場合首で疲れちゃうんです、うん、難しいですね難しいですねなかなか生きるってさ続いてどうぞ仙台市の青春小僧アクアイークボハルナさんからですよ友達に影響されてカメラ買うこれのフィルムカメラを友達がもう本当おもちゃみたいなフィルムカメラとかでも最近は流行ってるってあもっと流行ってんの、はい、そういうのいろいろ買ったんですよあイルコードっていうのを買ったんですけどフィルムカメラあほんまや安くて可愛くてこれで何本ぐらいこれで4000円ぐらいですえぇ、ーはい、それで現像は、持っていくのはいカメラ屋さんに持ってってもう今はデータにできるのでその写真だけじゃなくて携帯にデータでもらえるからあこれ撮ったやつすぐ携帯に送れんのかそうなんですよ嘘やんはいあの現像の時にですけどあ現像の時だけやろ、うん、そうです撮ったやつは映せないね、はい、すぐすぐにはそうですねちょっと金出しあるぞ絶対、うん、撮ったらすぐ あ、うん、ありますねありますあるなコマーシャルなんかそうしてるわうーんえどういうことコマーシャルのスチール撮るやんか、はい、それ見るときにすぐもう、テレビに、うん、っていうか、うん、iPad に映ってそれで選んどるからできるよな、うんうんうん、あそれよりええやつ買えばできるわはいでもちょっとこのフィルムカメラがどうしてもやりたくってはそうなんですよ、まあ、我々の、若い時はこれがオンリーだったからね映るんですとかトンプダックとか扱いしてんの、はい、そう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 ですを買ってみましたでもまだ あの買ったばっかで1枚しか写真撮ってないんですよ何がまだ語るなお前1枚しか撮ってなくて1枚しか撮ってなかったら語るなこれ自動でしょ合わせてくれんのどうなんでしょうわかんないですそうお前そうちゃうで何がそうなんでしょうやねえ違うこれちょっと写真撮ってみようそこでお前合うのかどうかや、はい、これお前それ1枚しか撮ってないやつが語るなカメラをいきますはいチーズ反射したね反射したかな反射したやん今真っ白になってるのお前現像してみないと分かんないですねあそうかはいあこれ現像違うまあまあそれが良かったんけどね、はい、俺たち世代は、うんうんうん、今撮ってもう1秒後にもう見れてしまうからなそうですよね、はい、で上がってああこれピンボケやったとかいうのが楽しかったんですけども、うん、ああそれがまた流行ってきてるんだそうですねなんか周りの人も持ってる人多くって、うん、なんかいいなと思って買いました
はあ、うん、一時期ちっちゃいカメラでピーンってそのまま出てくるポラロイドみたいなやつありましたね。流行ったよね、うん、5年ぐらい前か、うんうん、そうそう、あれもたくさん今新しい種類も売ってましたけど、あ、それもまだみんな続行中で、はい、でもそれは携帯に画像は送れないかなっていうので、あれは送れない、そうだから送れるやつがいいなと思ってまずフィルムとと思って買いましたね、うん、ああなるほどなるほど、はい、あ、それは確かにいいかもわからへんな、うんうん、あ、さあ続いて、はい、大阪府のタフィーロールさんからです。握手会来てくれた子がメジャーデビュー覚えているよあの日の眼帯。嘘やん、ハロープロジェクトの新しい新グループでお茶ノーマというグループができたんですけど、そこのメンバーの斉藤まどかちゃんっていう女の子が、うん、モーニング娘。の昔握手会イベントに来てくれていた子で、で制服当時もう学生で制服で、うん、物もらいだったか分かんないけど眼帯してたんですよね。ですごい美少女だったから覚えていて、こうメンバーになってから話して覚えてるっていうのを鶴瓶にさえない、覚えてるよ覚えてるよ覚えてるよ、え、なんで覚えてんの、ラジオのリスナーやのに会ってないのに、そういうおちゃあれ実はやさ、私はちゃんと直接会ってる、覚えてるよ、え、なんで覚えてんの、ラジオのリスナーやのに邪魔の話すんなよ、あれ俺かほんまにかっこ悪いっていうのもありますけど、うん、ああ、いや、そういう人がスターになっていったりするわけやもんな、うん、はい、そうですね、そうそう、俺の中では何人か、俺たちのコントを見に来たって、今誰やった、この間アイドルグループの、うん、中学校の時に俺のコントライブ、はい、勝利だとやってるやつを見に行ってましたって言うて、10歳か十何歳で、うん、行ってましたって言うて、長すぎてふらつきました、ね、言ってたそう言われたら、そういう人が芸能界入ってきて頑張ってくれたりな、うん、するわけやもんな、うん、そうそうそう、本当にそう、嬉しいやろそういうの、いや、そうですね、あの時の子だってなりましたね、はい、だからこの間も広末が、涼子ちゃんがね、はい、来てくれて、うん、もう広末もかなり40いくつかね今、うん、になって子育ても落ち着いてきた、うん、頃で本出しよったんですけども、はい、俺は広末なんか学生服の着てて、俺と世界で一番パパが好きっていうドラマ一緒にやってて、うん、撮影所に学生服で着てたんですよ、へえ、もうそこあとも何回も出るんですよ、うん、でも学生服の絵しか頭の中に残ってない、うん、すいません遅れましてって毎日言ってたからね、あれ学校終わってから来よったから、へえ、広末のシーンはだいたい5時ぐらいから始まるんですよ、はい、学校終わって来て、うん、それは覚えてるなぁ、あの学生服の子が今こうかっていう感じで、ずっと可愛いですよね、ずっと可愛いですよね、なあ、広末ってキープしてるよね、結構頑張って、かわいい、うん、分かる分かる、さあ続いて彼女かな、はい、続いては私長谷川からいきます、はいよ、ラジオネーム、愛知県の萩原の DK さんからです。よのど自慢、高校2年でチャンピオン君カルタみたいな読み方するね違いました、いやいや、いいんだよ、川柳ですよね、そう川柳、はい、なんて、のど自慢、のど自慢、高校2年でチャンピオンいただきました、嘘やん、あ、そんな歌お前の、あの今週のチャンピオンっていう毎週やっているので、あ、じゃあ素人参加番組やろ、そうです、はい、で新潟県にいたので新潟県でチャンピオンって、 NHK の、そうです、うん、NHK ののど自慢、まあ、優勝してんの、はい、嘘あの高校2年生の時に一か八かでちょっと応募してみたら、嘘、はい、何歌った、千と千尋の神隠しのいつも何度でもっていう楽曲を、どんな歌やったっけ、呼んでいる胸のどこか奥で、あ、うまいな、歌い方が歌やわ、うん、この曲を歌って、俺歌い方喋りやねそんな、それも歌ちゃうやん、ね、歌い方がって喋りやったらもうそれ喋りですやん、喋りやん、だから歌の発声ができてないってことで、そやろ、呼んでいるにやねん、俺な、あ、語りの方がいいかもしれないですね、そやねん、それはかっこいいね俺、うん、はい、うん、何か何も言ってないですよ、はい、何も、ああ、はい、やっぱそれはちっちゃい頃から勉強してたのか、あ、いえ、もう本当にただただ歌うのが好きで、
で、お母さんに連れて行ってもらってカラオケで歌うのが大好きな女の子だったんで、そこは別にこういう歌い方した方がええよ、お母さんが注意するとか特になく、もう勝手に覚え独学で、はい、なんかいろんな方の曲を聴いて歌ううちにっていう感じですかね。ああ、よそ、それは今女商売弱に立ってるんだ。いや、とても良かったです。わかるわかる、ロックな楽曲から、その最たる人が美空ひばりさんやからね、ジャズ歌わしてもうまい、そうそう、ロック歌わしても歌えるっていう、耳で覚えはる人やからな。ああ、その辺がわかるわかる。だから俺はミーシャに、はい、特に、最近は行けてないんで、このコロナから、はい、カラオケ行った時はミーシャの歌を歌わさずにいろんな歌覚えてもらってたんです。ミーシャの役に立つと思って、はい、ほんで役に立たなかったんですよ。何は恋しぐれは何も役に立たない言われて、何は恋しぐれ、ゲイのためなら女房も泣かすいうやつ、はい、聞いたことあります。うん、あんのかあれあります、 あったらええ、よかった、その歌、あ、これが男だ、文句があるかいうやつや。練習しとく。そうですね、はい、あ、勉強します。やる、ミーシャはこ断りよったけどはい、あ、やらせてください。あ、何でも歌えんのか。ほな、うちのカラオケ向きやわ、俺たちのパラダイスナイトチームの。大変だ、それこそ、どういうことになるぞ行くなよ、さ、うまいこと誘われてあれマジでいや、うとつきゃええね、はい、俺がたちが勝手に入れるから。はい、あ、もうそしたらバラエティに飛んで、はい、アニメソングも歌えるな。あ、歌います、あ、はい、あ、はい、それを、ほんならもうドラゴンボールとタッチさえ覚えときゃアニメソングはそれでええわそれでいいんですか。それで、あと、いや、あといっぱいあるよ、お前、演歌とかいっぱいあります。はい、だからあれもあるからね、夜桜お室もあるし、はい、あ、かっこいいですね。天城越えも入るし、はい、あ、たまにそこ行きで間にあれやで、ね、少女、時代とか入ってくんだよね、うん、なるほど、そこがちょっと逆に新境地かもしれないですね。あ、少女時代とかあんま歌わないのか、K-POP とかはあんまりわからない方ですね。珍しいな、 K-POP を。結構渋いって言われますね、私。あ、なるほどなるほど、はい、K-POP に行かなかったのがすごいな。じゃあここ2人で行ったらちょうどいいかもしれない。お前 K-POP 行けんの。 K-POP 行けます。お前ほんまか。はい、ミスタータクシータクシータクシーですよね。セクシーセクシーやつやあ、それそれそれ行け。ほんでカラも入るからね。ラー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 ってやつ、あれも入れるから、はい、うん、最近 BTS 入れなあかんなんて。 BTS も覚えときそしたら。バターとかですよね。うん、BTS も覚えといて、うん、はい、頼むわ。わかりました。さあ続いて、はい、続いて、ラジオネーム東京都から田中田尚さんです。よー、ふるさとの FM 局がなくなった。あ、そう。はい、ずっとお世話になっていた FM ポートというラジオ局さんがいろいろコロナ禍で亡くなってしまってまあまあ放送局今 全局大変やから。そうですね、その中で FM 局は大変やろな。はい、20年されていたらしいんですけれども、うん、その最後の放送を聞いていて、もうあんだけ賑やかだったラジオがプツッと切れてすっごい静かになった。そうか。もうずっと流れてそこに合わせても音がもう聞こえないんだ。そうなんですよ、すっごい不思議な経験でした。はあ、壊れかけのレディオみたいな、何も聞こえないやな。そうですね、まあ、違うか、はい、違うかもしれないけど、まあでもちょっと分かりますよ。ニュアンスは伝わります。はあ、いや、考えた毎日放送もそうなる日もな、ないことはないねんもんな、ほんまに。毎日放送ピタッて今日で終わりますってなったらそういうことやろ。そういうことですね。日本放送ももうどこの局も今大変やから、うん、なあ、毎日放送も大変やもんな。それはそれはやな、さあ続いて、はい、はい、兵庫県からラジオネームマリアちゃんラブリンタッツーさんからです。そういや、大好きなフレディ・マーキュリーになりきってカラオケ歌うのが特技なんです。それは入ったね、俺らのレパートリーに。あ、本当ですか、嬉しい。かわいそうお前、人間的にダメになってしまうと思うわ俺の会やけど大丈夫やで。チャラララロッキュー、ロッキュー、あれ翔平とかもたか喜ぶやろ。あ、本当ですか。はい、もうクイーンって大体俺たち世代やからね。ああ、大体よ。いやー、もうすごくその時代に生まれたかったです。ああ、そうか、ビートルズ好きやし、はい、私はもうフレディ・マーキュリーが亡くなってから生まれているので。え、91年に亡くなってるんですよ。
お前フレディ・マーキュリー亡くなってから生まれた94年生まれなんです。なのでなんで知ったフレディ・マーキュリーを。あの YouTube ですね、学生の時に小学3年生4年生くらいの時に聞いて、でそれから友達もなんか お母さんの影響かなんかで CD を持っていたので、うん、それを借りたのがきっかけで。ああ、ほなもうこの間の映画なんてもう何回も見たんだ、うん、そうですね、あの4回見ましたね。じゃあなあ、いろんなところで、あの音響の違う映画館で見て。はい、音響の違う映画館行くの。あ、そうなんです。普通のノーマルからちょっと広いところ、それから IMAX っていうところだったりとか。はあ、うん、はい、ね、俺らカラオケの終了、最後はほんなら We Are the Champion にしてあげるわ。あ、ありがとうございます。俺が去っていくわ、そこで金払って。ありがとうございます。 We Are the、 なんていうか、 We Are the Champion。 もう許してあげなさいよ。まだこれが夢も何いっぱいあるのに、もう許してあげなさいよ。もう今せっかく歌ってたのに。 We are the champion。 何やったっけ、何やったっけ、何やったっけ。あ、それで俺去っていくわ。はい、ちょっと大きめに歌え。 We are the champion、 you know。 はい、もう一人で6時間カラオケでメドレーのようにして歌って。嘘、中学生の時から。はあ、英語もほんとちゃんといけるんだ。あ、英語はあの得意ではないんですけど、ほんと聞いたのを歌うっていう感じで。ほんとホイットニー・ヒューストンいけるのか。あ、歌います。え、嘘やん。 And I will always love you。 お前あんまりそんなん出すなよ。お前知らんど、ほんま、ここで危険を歌ってるけど、お前、現場に、ほんまの現場行ったことないから、お前、現場の辛さ分かってないわ、お前は。現場は、現場はな、こんなに甘いもんちゃうからな、現場は。現場はって言うけど、いや、楽しい、庄司が言うことじゃない。うん、庄司はもう一曲目に帰ろうかな、歌おうか、帰れって言ってよ。意外と先生、きついんだろ、俺には。乗ってもくれないから。ちゃうねん、もう2軒目とこいつもう首ばっかりしてるからね、11時ぐらいになったらもう眠たいねん。早いねん。早いって普通やで。そうか、うち田舎大体みんな9時に寝てるから。早い。はい、曲目行こう行こう。ジョージに僕歌いますって言うてな、はい、帰ろうかな、帰らほーってほんで帰るようんです。結構ちぎささんのよ、この帰るよ。いい、お前カラオケ用意な、はい、これからよかった、よかった、いい、よかった。あとでせ、あの曲選んどくから。 ありがとうございます。かまへんかまへん、そんなお願いします。ビートルズも歌ってくれたらいいよな。はい、歌います。今はもう、今日行くとしたらイマジン行こう。イマジン all the people。 すごい、すごい、ダダダ。そこだ、あの今だは今日も元気って入るからな。決まってるんだ、歌詞決まってるんだ。お前その日帰られへんなるぞ。覚えなきゃいけないから。覚えたら、覚えたで帰られへんなるぞ、本当に。捕まっちゃって。日はもう昇って9時10時。お前持ってこいよ、お前。お前。はい、ABC もいけんのか、ジャクソン・ファイブの。いや、ちょっと歌詞があれなんですけど。いけるな。メロディーは入ってますね。OKOK、 後であの曲リスト出すわ。はい、歌ってます。はいよ。さあ、そういう最後の人にあげましょう。何さんですか。はい、ラジオネームマリアちゃん、ラブリンタッツーさんです。はい、鍵盤のサイン入り色紙を差し上げます。ここで1曲聴いてください。じゃあ、もゆみちゃん曲紹介お願いします。はい、はい、4月6日にリリースとなりました新曲です。ビタースイートでラブストーリーは始まらない。「世界」
スク争奪、あなたの心のポイント採点。あなたの最近の何気ない行動を心だけは会社の重役クラスのさんまさんが判定します。まず1通目です、はい、だ今日実は行ってるんですよ、はい、宮城県に。あ、今日なんですね。そうそう、土曜日に、今日はもう昼間朝から行かせていただいて、はい、その映画をまた、はい、そのモデルになったところが、うん、その宮城県のあれなんで、はい、そこへもう行かしていただいてるはずです。今頃焼肉屋さんですかね、今頃焼肉屋さんにいるんですかね。あ、その通りそう、焼肉屋からさ終電乗ろか言ってるところだと思います、うん、さあ行きましょうか。はい、大阪府のライターマンさんからです。女優の新山千春さんの熱愛が発覚し、なんとお相手はマッチングアプリで知り合った男性だそうです。女優さんとそういう形でお付き合いできるなんて世の中捨てたもんじゃないなと明るい気持ちになりました。そうそうそう、うん、じゃあこれね、踊る御殿で、はい、来週かほんまでっか、ほんまでっかで、あ、この間言うたのか、で発表してくれて、わざわざ、はい、さんまさんの番組で言わせていただきますということで言ってくれたんですけど、うん、そうなんですよ、マッチングアプリで、はい、出会った人と、うん、こうして交際、はい、しているっていう話、はい、素敵ですね。まあ多いからな、今マッチングアプリで結婚したり、うん、付き合ったりする人が、はい、そう、どんなもんなんだろうとか、あの DM っていうのか、DM からもな、あれの、うん、多いですよね。これはもうマッチングアプリやから狙い撃ちよね。あ、なるほど。あの条件とかいろいろ書いて、お前らも一応見んの、いくぼ。やったことないからわからないですね。登録してないやろ君は。登録してないです。もちろんな、はい、芸能人専用のやつもあるとかないとか、そうなんですか、うん、って言うてたな、この間。へえ、これはまあまあ50点ですね、一番最初ですから。はい、続いて埼玉県のカリーよりレブロン好きさんからです。カリーより、はい、先日会社で先輩が同僚に対して険悪な感じで、もう何回も言ったよねみたいな注意をしていたのですが、急に私に結構同じこと言ってるよね、何回くらい言ってるって聞いてきました。私はとっさに、だいたい40回から30回くらいですかねと言ってしまいました。周りにいた同僚が笑ってくれたからよかったですが、真剣に注意されている時に危ない危ない状態でした。もしまた今度職場で同じことを偉い方にやってしまったら、さんまさんの会社でとっさんの下で働かせてください。よろしくお願いいたします。半十回から今十回ですね。逆でしたかね。だいたい半十回から今十回です。40回で言うてくれる人はいなかったな。おそらくいなかったでしょうね。今十回ですっていう、危ない危ないって、まあまあ、レブロン、カリーよりもレブロン好きっていうのは、うん、俺はもう今部屋に、この間、はい、カリーがオールスターで16ポイント、あのシャブクル、はいはい、セブンの時に、うん、これ欲しいって言ったのを、でディレクターが遠山っていうのがもう用意してくれて、うん、あの16本目のシュートを入れる、はい、ステフィンから写真を手に入れてくれて、そこにあったの、その横にさっき言ったレブロン、うん、がドリブルしてる時にカリーがマークしてる写真が俺の宝物の一つとしてあるんですよ、はい、そういうことですね。これはもう得点80点ぐらいいきますね、では続いて福岡県のレオマサさんからです。先日家の片付けをしていると古い雑誌が出てきました。その某女性週刊誌の1989年1月号の表紙に、さんま妻の大竹しのぶの妊娠を知り、日花に続けとばかりにペチカと命名とありました。さらに本文を読んでみると、日花ペチカの次の子供はユニチカに決定とありました。当時のマスコミはいい加減だなと思いながらも、さんまさんが俺は子供が生まれたら白黒の黒、魔男の魔、お茶の茶でクロマティにすると言っていたのを思い出して、名前の付け方の難しさは今も昔も一緒だなと納得しました。懐かしいな。クロマティが巨人でもうバンバン打ってる時に、うん、もうクロマティにしようって言ってよくギャグで、はい、この話をしてましたね、うんうん、日花に続いて、週刊誌が書いてるんでしょ。そうですね。日花、大竹しのぶ妊娠、日花に続いて、ペチカっていう名前かっていうことやろ、これ。はい。ごめんなさい、期待裏切ってね。どんな週刊誌やねん。ペチカってつけるわけないし。
はあ、これは点数低いですね、これはね。これ32点ぐらいですね。はい。続いて、富山県の最後の増水さんからです。しゃべくり7で、さんまさんが過去に関係のあった5人の女性を覚えているかのコーナーを見ました。さんまさんは4番の女性が山形県ですと言った瞬間に思い出し、さすがの記憶力でした。さんまさんは12年前のヤンタンで山形ロケ行ってきたんですけど、そこの子供が可愛らしくて可愛らしくて、ものすごいええ子やってんね。何回も見てんねん。夜中に焼酎飲んでポワーンとしてる時に、そのビデオ一番ええねんと、和やかにお話をされていましたが、12年前から13年前言ったな、この間な、はい、その後ヤンムスに、今脳が子供欲しい子供欲しいやから、とんでもない精子の量になっていると思うと突然のカミングアウトをされていました。俺何を喋ってんねん。子供好きなさんまさんも素敵ですが、それだけでは終わらせないさんまさんはもっと素敵です。精子いっぱい溜まってんねんって。俺何を言うてんねんやろ。そういう脳になってるからと。いや本当にこの間も久々にその VTR あの現場で見ましたけども、はい、うんうん、やっぱあの子がね、今14歳になって立派な、もう背が高くてね、はい、スタジオに、いてたんですけど、それは映せないらしくて、あの年齢的に、はい、ダメなんで、お母さんについてきてましたけど、もうあんな子があんな大きくなったかっていう、パーパーっていう子ね、僕はって言ったらパーパーって言って、そうやでパパやでとか言ってた回ですよ。可愛らしい。可愛かったですね。あ、可愛らしいよ。はい。ほんまに可愛いのよね。1歳であんなに喋れるのすごいですね。そうやね、喋れ喋れ。普通他の子、俺あの時も本番で言ってたけど、うん、君1歳でこんだけ喋れんのって驚いたぐらいから、お姉ちゃんいるからやね。でもお姉ちゃん2歳にしちゃ達者やね。はい。パパじゃないとか。うん、パパ仕事行ってるとか言ってたから、うんうんうん、でもまあリート君が言うたからねって言ったら、パーパーって言うから、はい、そうやでパパやで言ってた、うん、ほんまに可愛らしい。あの時12年前子供欲しかってな、うん、その時に俺あのエロバイクやめたんだ。エアロバイクを命名変えて、はい、あのエッチなビデオ見ながら、はいはい、あの自転車こぐ。いちいち言わんでも。いや、お前からもうたやんか DVD。 ごめんなさい。言うとんばいか。言うなし言うとんのに。それで、はい、自転車は精子が減るっていうのでやめたら覚えてるんですよ。へー、減ってもええやろ。今考えると減ってもよかったんです。12年前ですもんね。12年前はあの子供もものすごい欲しかった時やね、これはもう78点ぐらいいきますね。はい、かわいいです。続いて兵庫県のルルルさんからです。さんま御殿で歌手の大黒摩季さんが明石家サンタに88回も電話してやっとかかったのに面白くないと炎上したエピソードをお話ししていました。飯窪さんの電話がかかったのはすごいことだったんですね。ちゃうね、あの大黒さんは一般の方に掛け合ったみたいやね。あ、なるほど。エリコもあり芸能人の方に掛けたんか、はい、そうですね、掛けたのか、うん、局から頼まれた人もいるねんけど、うんうん、お前は掛けたん、ほんまに。局からだったと思います。何の話したの、お前あの時。ちょっともう思い出したくないやです。え、何を。あの写真集発売しますっていう話をしました。それでなんで不幸やってん。いや、ちょっとその私も面白くなかったから本当に反省してます。本当に反省してます。何があった。もう次の日握手会で本当激沈でした。ファンの人にいっぱい突っ込まれて。何がファンの人も一応、はい、昨日では合格してんやろ、お前。合格しました。それが辛いみたいな、逆に。そうなんです。大黒さんもそれ言ってた。失格にしてくれたらよかったけど。そうか、あがおもんないって言えばよかったんけど、はい、大黒さんなんかわざわざ帰ってくてくれたから、ヤギが鳴らしたみたいやね。俺は切ろうとしててんけども、ヤギさんが鳴らしちゃったんですって。そしたらこんなもんにあの商品あげるなとかいろいろ書かれたみたいな、そんな状態だったのか。そうです。大変やな、電話する方も。写真集出すいうオチだけなの。いや、ちょっともう思い出さないようにしてるから。何や、話したくない。何がや。それ何年前。それは何年前だろう、思い出せないです。もう全部消したい、ね、脳が消しよってんだ。はい、もういつの話だろう。恐怖で。もう
熱い熱い、これ42点、2点ですね。続いて香川県のミミさんからです。踊るさんま御殿桜満開スペシャルを見ていると地元出身の有名人はという話題になり、アニソンシンガーの大石正義さんが愛媛県出身ですと答えると、さんまさんがすかさず有名どころは村上昌司と言ってくださりました。我らが村上昌司師匠の登場にキャーと思っていたのに、さらっと流されてアニソン界の有名人水木奈々さんに持っていかれてしまいました。でも村上昌司ファンの私は一瞬の登場でもテンションが上がりました。さんまさんありがとうございます。そうかそうか、愛媛県出身有名人の話になってて、うん、あ、愛媛県村上昌司やなって言ったら何の返答もなく、水木奈々さんです、はい、広げてくれないよねあなた俺は広げたんや、その人が広げなかった。ほんまですか。俺は広げたんや、大石正義さんが初めて出たのにそういう名前これは6点わおあそうかそうか、はい。本日はですね、ライターマンさん、カリーよりレブロン好きさん、レオマサさん、最後の増水さん、ルルルさんの5名様に漁港のニッコちゃん特製マスクが当たりました、はい、おめでとうございます。癒せませんのコーナー、さあ、あ、4年半ぶりやからな長谷川、はい、うん、そうですね、だからアナウンス区長やからここはうまかったんだ、はい、前まずまずだったと思います。まずまず、はい、だから綺麗な声やから、うん、これは、ほんで FM 区長やしな、うん、なんかラジオ確かに丁寧、慣れしてる喋、り方やよな、うんうんうん、さあそれではいくぼから行きましょうか。はい、東京都の総武線の清さんからです。同じところばっかり責めないで。ソシオマツのワルキューレ、はい、なあブリュンヒルでやりましたもうこの頃お前手抜き出してるから。そんなことないですよ。いやそんなことあんねん、はい、出だしが強すぎるし、あ、出だし強かったですか。もうちょっと抑えてみよう。はい、同じところばっかり責めないで。あ、いいね、しゃよっしゃよっしゃじゃないあれ違ったよっしゃじゃないね、あ、今の感じ今の感じ、はい、今の感じ、あの脳の中入れとけよお前、はい、それイメージやからな、はい、今の感じっていうのを覚えとかなあかん、覚えときます。いつもヒット打つ人と、たまにしかヒット打たない人はそこの違いらしいからなわかりました。そのイメージをどう残せるかやな、はい、次の打席も頑張れんねん。そしたら頑張ります、覚えてきます、はい、長谷川行きましょうか。はい、千葉県のモーリーさんからです。そんなとこいじっちゃダメ。え、ごめんなさい聞こえなかった。はい、もう一回お願いします。そんなとこいじっちゃダメ。それはだよな、あのおじいちゃんがな育てた盆栽を孫がいじっとるみたいな感じ孫でしたかそんなとこいじっちゃダメとか言うて、あのそうじゃないよ、あの分かる長谷川さん、分かるね。ちょっともう一回、俺が全部説明するまでもないよね。はい、もっぺん行こうか。はい、もっぺん行こう。そんなとこいじっちゃダメ。あ、違う違う違う、いじっちゃダメやね、あの本当は、あのいじっちゃダメっていうのじゃねえ、いじっちゃダメっていう感じ。カラオケ行ったらこんなもやらされるぞ。カラオケ行ったらこんなもやらされるぞ。そうだよ、こんなんいっぱい避難されるよきっと、歌いよりこれずっとやらされるそんなとこいじっちゃダメ。違う違う違う、いじっちゃダメって言うと、そこいじっちゃダメっていう感じやねうん、行こう。そんなとこいじっちゃダメ。わかんな、頑張ってますよ。頑張ってるのは認めるけども、もうちょっと上に上がろう。はい。うん、それ行こう。ちょっと次のやつ頑張ってね。はい、わかりました。それじゃあ。はい、兵庫県のマリアちゃんラブリンタッツーさんからです。次はどうしてほしい？ああ、もっとあれやな、お姉さんにならなきゃダメな。お姉さんに。年上。はい。次はどうしてほしい？あ、もうちょっと押そうか。次はどうしてほしいのみたいな感じや。はい、次はどうしてほしいのって、いや、俺ちゃうんだよ
変なとこでお前音楽入れんなお前。さんまさんバージョンをお届けしました。見てみようお前。歌わしてもらわれへんぞ。こんなんばっかりやらされる。次はどうしてほしいの。あーちょっと欲しいな。難しいですね。さあ長谷川、はい、行きましょうか。兵庫県のマリアちゃんダブリンタッツさんからです。嫌だって言ってるのに。あ、それを嫌だって言ってるのにってか、君の頭の中のイメージの絵はどんなイメージや。嫌の裏返しってことですかね。おう、だから、嫌の裏返しやけども、はい、どういう状況なのかもうちょっと、言ってみよう。嫌だって言ってるのに。あーそうか、いや、いやって言ってるのにっていう感じ。はい、先生のよう見てあげて。先生のよう見てあげて。嫌だって言ってるのに。あかんなおしまい。やったやった。 MBS ヤングタウン土曜日、すべてのコーナーの宛先はyando@mbs1179.com yando@mbs1179.com です。皆さんお待ちしてます。来週私飯久保はお休みです。ゲストはモーニング娘。トゥートゥーの加賀楓ちゃんです。11ヶ月ぶりの加賀ちゃんです。お楽しみに。さあというわけで4年半ぶり、はい、長谷川、萌美ちゃん、はい、ありがとうございました。いやもうなんか久しぶりにちょっと急に歌い出したりとか、その癒せませんのコーナーをやって、またちょっとリベンジしたいなと思っております。ありがとうございます。リベンジしたいなと、はい、思ってないでしょ本当は。いやとんでもございません。だから、はい、歌は俺が別に歌え歌うわけないから、あなたいつも勝手に歌ってるわけ。そうなんですか。そうでしょ。イーグルスは歌える。あーごめんなさい、イーグルス、ホテルカリフォルニア。あーあかんか。あとはどんな歌えるの。あとですか、うん、あとジャーニーとか。えジャーニー、あジャーニーのどんな。 Don't stop believing Hold to the feeling Street light people. お時間が来たようです。お相手は柏さん、村上正治、飯久保春菜、ギタースイートの長谷川萌美でした。また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。